さあそれでは今日のゲームハイライトで振り返ります。マリーンズの先発は西野でした。立ち上がりワンアウト一塁で秋山三振、スタートを切っていた一塁ランナー西川タッチアウト、三振ゲッツー。西野立ち上がり0点で抑えます。カープの先発床田、立ち上がりまず池田を詰まらせてショートゴロ、2番の藤岡レフトフライ、そして3番の中村サードゴロに打ち取ります。立ち上がり3人で抑えました。3回のカーブ、ツーアウト二塁一塁で西川、最後は西川の粘り勝ちでしたね。いや粘り勝ちでしたね。これは素晴らしかったですね。はい、カープが先制します。そして秋山は初球でしたね。そうですね、変化球ね、甘く入ってきたところをね、やっぱり越えましたよね。秋山も見事なバッティングです。連続タイムリー、カープが2点を先行します。そしてマリーンズもランナーを出して和田、バットが出ません。池田バットの先、ココダが抑えます。4回です。藤岡の当たりが一塁ベースに当たって跳ね上がりました。ラッキーな形のツーベースヒット。この後ワンアウト三塁となって4番の山口、ピッチャー返しの打球がセンターへ抜けていきます。マリーンズが1点を返しました。2対1。5回のカープです。ランナー三塁まで行きましたが、秋山センターの後方、和田が追いつきます。ここは西野が抑えました。ココダ6回のピッチング、池田をパームボールで空振り三振、藤岡がヒットで出て中村翔吾ピッチャーライナー、スタートを切っていた藤岡は戻れません。ダブルプレー、ココダが抑えていきます。7回のカープ、今日3本目のヒットを打った野間が盗塁を決めてツーアウト二塁、石川見事なバッティング、カープに3点目が入ります。何度見ても西川のバッティングすごいですね。いやこれは素晴らしかったですね。はい、インサイドの厳しいボールを三遊間に持っていきました。ココダは8回まで投げました。ワンアウトからフォアボールを出しますが、代打の佐藤俊也、セカンド菊池、これで2アウト2塁となって池田との勝負。またもやパームボール。ココダが8回1失点の好投でした。9回マウンドにはクローザーの矢崎、ランナー1塁2アウト、ポランコの打球ショートとレフトの間、ショートの矢野一旦は掴んだんですが落とします。スタートを切っていた一塁ランナーの藤岡帰って3対2 1点差になります。なおも2アウトランナー2塁、追いすがるマリーンズ、岡の打球捉えた打球でしたがセンターライナー、試合終了3対2。カープが接戦をものにしています。カープは4連勝ということになりました。ことになるでしょう。あ、出てきました、床田です。まもなくヒーローインタビューということになります。放送席そしてスタンドのファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー
先発で8回1失点、今シーズン5勝目を挙げました徳田投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後はドラフト同期の矢崎投手へのリレーでしたが、どんな思いで見ていましたか？もう入ってから、ずっと2人でリレーできたらいいねっていうふうに話していたんで、7年かかりましたけど、ようやくできてよかったです。今シーズン最長の8イニングを投げて掴んだこの勝利、いかがですか？すごい嬉しいです。床田投手個人にとっても肘の炎症があって、そこから一軍に戻ってからの最初の勝利になりました。改めてこの1勝はどう今噛み締めていらっしゃいますか？そうですね、もう不安もないので、これからどんどん勝てるように頑張りたいと思います。この交流戦、今日の試合まで3連勝できていました。いずれも先発投手好投していましたが、床田投手はどんな思いで今日マウンドに上がりましたか？そうですね、勝ってきたので、いい流れに乗ろうと思って投げました。今日も非常にテンポよく、コントロールもよく、安定したピッチングだったと思いますが、今日の内容を振り返ってご自身はいかがですか？最後のフォアボールがもったいなかったんですけど、全体的にストライク先行で、コントロールよく投げれたのが良かったかなと思います。改めて今このチーム交流戦ビジターで4連勝になりました。このチームの雰囲気、ピッチャーの目からどう今映っていますか？そうですね、すごい頼もしいですし、粘って投げれば勝てるという雰囲気もあるので、いい流れが来ているのかなとは思います。昨日までの北海道もカープファンの応援すごかったんですが、今日のこの千葉のカープファンの応援いかがでした？こんなに、赤いと思ってなかったので、すごい、力強い声援ありがとうございます。さあ交流戦もビジター残り2試合でまた来週から広島戻りますが、床田投手もおそらくまた交流戦もう1試合飛ばんかと思いますが、今後に向けてお願いいたします。一戦一戦全員で最後まで諦めずに一生懸命戦います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー、今シーズン5勝目を挙げました床田投手でした。はい、ということで床田投手のヒーローインタビューでした。インタビューでもありましたが、今日の ZOZO マリンスタジアムは佐藤さん、レフトスタンドがもう真っ赤に染まってます、いやレフト全体がビジターのファンの皆さんって、はい、僕今年初めて見たかもわかんないですね。赤で埋まってますもんね。はい、しかもこういうの声援もね、はい、すごかったですし、まあ、名物のスクワットもやってましたね。やってましたね。まあでもね、カープファンの皆さんにとっても今日は最高の試合だったんじゃないですかね。はい、まあ、ファンの熱さでは有名な広島東洋カープです。その声援を受けて床田好投を見せました。本当にマリンズ打線が攻略できるような雰囲気作れませんでしたもんね。ちょっとなかったですよね。